六歩二課四日市は三重県四日市市諏訪坂江町の四日市諏訪西商店街にある映画館。1981年11月に四日市日活が現在の建物に移転し、1988年7月に六歩二課四日市に改称した。104席の1スクリーンを有しており、成人映画館として営業している。 大台ビルの前景四日市市の繁華街における所在地諏は坂江町の四日市一番街商店街近鉄四日市駅の北東にある諏訪坂江町は三重県最大の繁華街であり商店、飲食店、遊戯場などが集積している四日市諏訪西商店街にある雑居ビルの大台ビルには2018年時点で六歩二回四日市の他に居酒屋の 大台破れ傘や沖縄料理店の花小僧が入っている。かつては新日本映像、大倉映画、新東宝作品の三本立て工業をしていたが、現在は新日本映像作品のみの二本立て工業をしており、上映作品は全て旧作である。2012年時点では DVD ではなく、フィルムでの上映を行っている。料金は、シニア割引を実施している。 2012年時点では木曜日が休館日であり営業時間は11時前から20時過ぎまでである2012年時点の観客数は平日が5から6人休日が約15人であるかつては土曜日夜にオールナイト工業をしており座席を寝床代わりにするサラリーマンや酔っ払いが多かったというオールナイト上映時に上質な睡眠ができるように一部の 椅子は向きを変えて設置してある。1947年、四日市市日田町にラジオ劇場が開館した。800人近くを収容する劇場で実演などの興行を行っていたが、経験豊富な経営陣を描いていた。1956年には、ラジオ劇場が日活直営の四日市日活劇場に改称し、日活作品の映画専門館となった。 昭和30年代には、四日市日活劇場の西側に隣接して、四日市小畜劇場が開館。四日市小畜劇場は1966年に運営元が変わって、四日市宝塚劇場に改称し、洋画専門の映画館となっている。四日市日活劇場では、石原雄二郎、赤毛圭一郎、小林明、 二谷秀明などが主演の作品に人気があった。日活は1971年に日活ロマンポルノ路線に転換し、四日市日活劇場もロマンポルノの上映館となった。昭和40年代には四日市コンビナートに活気があり、季節労務者の観客も多かった。ロマンポルノはブームを巻き起こしたが、アダルトビデオの普及などによって、 観客数は減っていった。上映作品案内1981年11月には、四日市日活劇場が、諏訪坂江町の大台ビルに移転した。四日市日活劇場はやはり日活の直営館として運営され、ロマンポルの時代は、客席が満席になることもあったという。1988年には日活が、ロマンポルの作品の制作を終了し、 六ポニカのレーベルで再び一般映画作品の制作を開始。全国の日活系映画館が六ポニカという名称に改称されており、同年7月には四日市日活劇場も六ポニカ四日市に改称した。改称を記念して女優の風松りゆきが舞台挨拶を行っている。三重県の映画館を外設したローカル映画館誌の著者である、 久保人氏は59年から63年にかけての5年間は、四日市映画界の最も不沈の激しかった時代、としている。現在の四日市市唯一の一般映画館である、109シネマズ四日市六歩にか四日市への解消からしばらくすると、観客数も低迷し、日活が運営からの撤退を決定すると、ビルの所有者である。 南川正宏が映画館の運営を引き継いだ。南川の本業は飲食店の経営者であり、僕は映画のことは全くわからない、本当、ど素人ですわと語っている。この頃の1990年の四日市市には、六歩二回四日市の他に、弥生館、一2、四日市スカラ座、潮浜劇場、四日市中、8、四日市シネマホールがあった。 2000年の四日市市には、六歩二階四日市の他に、四日市中 A、四日市シネマホールの三館の三施設後スクリーンがあった。その後、シネマコンプレックスの1 0九シネマズ四日市が開館したことで、四日市中 A と四日市シネマホールは閉館し、2010年時点の四日市市にある映画館は、六歩二階四日市と1 0九シネマズ四日市の二。 施設軽重スクリーンのみとなった。かつては日活系の六歩二カという名称の映画館が全国に多数あったが2018年時点でも営業を続けているのは六歩二カ四日市と香川県高松市の六歩二カ高松の二館のみである。2018年時点の三重県に残る成人映画館は六歩二カ四日市と松阪市の松阪大映劇場のみである。 ラジオ劇場の所在地は国道1号より東のサーパス諏訪町にあたる。1990年の映画館、消えた映画館の記憶も参照した。2000年の映画館、消えた映画館の記憶も参照した。2010年の映画館、消えた映画館の記憶も参照した。ありがとうございます。